の一族よ、組む気になったか。何度誘われようと横芝な者とは組まぬ。娘を解放しろ。惜しいものよ。大凶どうなる。うわ、無理やり妖怪化させられるんだね。ギリギリ意識保ってるわ。本家も助からんのか。まさか親父。ひでえな。うお。早いな。なんかめっちゃ溜めてくるなこいつ。いやー、まかりにくいわ。おっせ振りが。まあちょっと使っとくわ。もう先に BGM 神だな。やっぱかっこいいなこれ。いって、リーチめっちゃ長えこいつ。はいはい、あ、早い。早いパターンと遅いパターンあるでな、こういうの。はい、もうちょいで削れるぞ。いやーこれ強え。まずい。うお、防御いいねこのスキル。最高かこれ。オッケー。あー間に合わなかった。最悪、間に合わなんだ。やべ、心中を蘇生させるよ。頑張って。危ねえな。負けがわからん。はい、復活。土の守りがね、やばすぎる。おっしゃ、イエーイ、一発いったぜ。安定ですね。私に従わぬ者の末路よ。お主らもよくよく思案するがよい。てめえ逃げてる。くそ。
決起に流行って荒ぶる俺たちを見守り続けた親父はその身を賭して孫家の行く末を示された、うん、俺たちが引き継いだ血は争いを重ねるためではなく弱き力を束ねる旗印たるべくこの身に流れる虎とは異なる層がを持つ者よ我らの船出を見届けよ選手に掲げるはあのエセ同士の支給と万民を太平に導く王となった我ら孫家の未来頼もしいな息子たちが白虎の力いただくぞに似て命知らずが過ぎる操を止めてくれおやせ父上娘を守って先に行ってまったか皇将が皇将が一人で董卓のもとに潜り込みおった共に美雨に向かってくれんか